こんばんは、小十子です。1時36分今仕事から帰ってきました。本当はね、仕事に行く前に食べるはずだったんですけど、忙しくて仕事が終わってからの収録になりました。なので今から食べる。シャトレーゼさんの焼き菓子です。こんなに種類出ちゃったんやね。焼きたてシュガークロワッサン、直炊きあんことバターのクロワッサン、北海道産あんこもちパイ、八つどきリーフパイ、渋皮栗のマロンパイ、八つどきスイートポテトパイ、八つどきプレミアムアップルパイ、国産リンゴのアップルパイ。真夜中ですが、いただきます。焼きたてシュガークロワッサン。優しい甘さのシュガーテイストです。このカリカリ感がたまらないですね。生地はきめの細かい層が重なっているのでサックサクです。おいしい。バターの芳醇な美味しさが広がります。2個ずつ買ってよかった。こいつがいい仕事してます。直炊きあんことバターのクロワッサン、全部ね、軽くオーブンで温めてます。まあ、ため息が出るぐらい美味しい。この生地のサク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 感が最高にいいですね。そして甘さ控えめなあんこは上品な口当たりです。バターがちょうどいい塩気があって、あんこの甘さをさらに引き立ててます。うまっ。めちゃくちゃ美味しい。
仕事の疲れも吹っ飛びますね。北海道産あんこもちパイ。お餅入っとる。この表面のバリバリ感と中のしっとりもっちり感のギャップがめちゃくちゃ美味しさを引き出します。あんは本当に甘さ控えめでしっかりと柔らかいお餅と一緒になってます。ちょっと焼いたからね、かなり香ばしいですよ。スイートポテトパイ。これ出るんかな。あ、出る。パリパリのお船に乗ってますね。うわ、かなりしっとりのスイートポテトです。甘さはかなり控えめで上品。この下のパイと重なり合ってめちゃくちゃ美味しい。自然なお芋のまんまをこした感じですね。ホクホク感をすごく感じます。渋皮栗のマロンパイ。わあ、おいしい。渋皮栗がちょうどいい甘さですね。歯ごたえもすごくしっとりした感じ。表面はね、もうバリバリのパイ生地です。このバリバリ感が最高やね。音でやられる。
リーフパイ。これはいい音でしょ。これは高級焼き菓子のテイストです。薄いから舐めてたけど高貴な感じがします。この砂糖がもうプレッツイチョのがいいね、うん、こんなに薄いのにほらここの層がやばい、そーってなっと、うん、まあ程よい酸味があってリンゴの存在感がすごく感じられます。この生地に包まれた香ばしい美味しさも加わって最高ですね。最後は国産リンゴのアップルパイ。ちょっと焦げた。すごっ。リンゴがぎっちり。うん。この周りはバリバリのパイ生地なんですけど中はねしっとり、うまっ。出た。あ、うん。
ごちそうさまでした。シャトレーゼさん、八つ時焼き菓子、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄十子でした。2時45分。あ、寝ますか。今からもうちょっと編集して寝ます。美味しかった。